こんにちは、速稼塾の久保です、億万長者シリーズをご覧の皆様、今日はですね、頭がいい悪いとか質の問題とか量の問題についてちょっと短めにお話しましょうか。やっぱりね、頭脳とか効率とか頭がいいとか悪いとかっていうレースでは私は勝てないと思ったんですよ。やっぱり勉強したりとかね、ノウハウやテクニックをこう競い合う、そういうレースでは私は勝てないと思いました。これがね、私の自己否定論の始まりなんですよ。俺はバカだと思ったわけですよ。俺には素質がないと、俺には才能がないと、何をやってもダメなやつだというふうに思ったんですよね。だからね、誰もライバルのいないレースに参加することにしたんですよ。誰もライバルがいなかったらいつでも優勝なんですよね。で、別の言い方をすると、やっぱ質発想をみんなしちゃうんですよね。もうべらぼうな量をやりたくないから、効率よくやろうかなとかね、質を高めていこうかなとか思っちゃうんですけども、これはね、頭のいい人の発想なんですよ。で、私は自分が頭がいいと思わないので、量の発想ですよね。たくさんやると、で、たくさんやるとなぜかたくさんやっている人はいないんですよ。なるべく最小限の量でたくさんの効果を得ようとしている、頭がいいと勘違いしている人ばかりがレースをしているので、私はそこのレースには参加せずにですね、自分がね、もう頭がダメだ、効率は悪いと、才能もない、素質もない、だから数べらぼうにやるしかないというふうな量の発想のレースに参加したんですよ。バカ一本気ですよね。で、確かね、昔やってた野球のアニメでキャプテンっていうのがあるんですよ。千葉明夫さんのキャプテンとかね、プレイボールってのありますけども、あれがね、私のちょっとお手本になった部分がありますかね。あれはですね、地方の三流野球部に、名門の青葉学院っていうところから転校してきたプレイヤーの谷口隆夫さんっていう人がね、地方の野球部に入る話でスタートなんですけども、名門校から来るんですけども、名門校の二軍の補欠というね、もうどうしようもないペンペン草みたいな選手なんですよ。でもみんなに乗せられて、みんなに勘違いさせられて、有名な人なんじゃないかな、すごい人なんじゃないかなと思われて、もう急遽ね、キャプテンにされちゃうんですよね。で、谷口隆夫さんはキャプテンにされちゃって、みんなが抱えかぶってすごく迷惑だなと思って落ち込むんですけども、お父さんがね、じゃあみんながね、納得するぐらいの練習しろみたいなことを言うんですよ。そんな自分にはできないって言うんじゃなくて、とにかくやってみろと、引き受けてみろって感じでやるんですよ。そしたら皆さんの期待に応えるために、応えるために、もう才能がないからむちゃくちゃ練習するかな、するしかないって言って、朝から晩まで暗闇の中でももう練習するんですよ。で、お父ちゃんもそれに参加してね、結構危険な練習とかを繰り返していって、だんだん実力をつけるって話なんですけども、いや本当にね、それなんですよ。誰が見てる見てないじゃなくって、目的のためにむちゃくちゃやるとなるべくやることをやらずに、段取りよく成功しようなんて思わない、そういう発想を全く捨てたんですよね。このバカ一本気が、結局良かったのかなと思いますよね。で、頭の悪い人って何なのかなっていうことを考えるんですけども、それはね、自分が頭が悪いってことを気づかない人、自分が頭がいいと思い込んじゃってる人が、これはちょっと頭悪いなっていうふうに考えたらいいのかなと思うんですよ。で、私の場合はだから量だけなんで、ノーハウツー、ノープランなんですよ。ただやっただけというね。量をやってみたら、100やったら半数以上は脱落、1000やったら9割が脱落、1万やったら 99.99% が脱落って感じで、誰もいなくなったんで、なんか知んないけどゴールのテープを自分一人で切ったみたいな感じですよね。誰もいないんですよ。だから100も1000もやる人がいないと。で、 YouTube も毎日上げてますけども、凄まじい量だと思いますよ、やっぱり。少なくとも10本、多ければ40本とか毎日やってますからね。でも YouTube を毎日やってますって人でも、せいぜい1本か2本を毎日、しかもやらない日もあるんですよ。だからそういう人に私はね、負けるわけがないなと思いますよね。圧倒的な量がありますからね。ただたまに天才が、量よりも質を成功させることがあるんですよ。それがだからものすごく人に希望を与えて、隙間時間でもなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思わせるし、情報商材を売る人も、有名なね、マラブさんならマラブさんとかみたいに、本当にちょびっとやったらすごくブレイクですよみたいなね、それでチャンスがありますよとか言って煽るんですよ。そうすると私みたいに、いや1万やんないとダメでしょうっていう人よりも、いや隙間時間でやったらいいですよって人の商材の方がそれ売れますよ期待されますよ、そういう人の方がね。ただ結果はどうなのかなっていうと、1万やってこういうふうな私みたいな暮らしを送ってる人、1000とか2000でまだそれをやり続けてる人、
なかなか自由にならない人っていうふうに分かれるのかなと思いますよね。それで吉谷さんからご質問いただきました。じゃあね、なんで久保さんはうまくいったのかってことを年末総決算で聞かせてくださいっていうことなんですけども、まあこれ運ですね、はっきり言って。マインドですとかね、それから効率的な時間の使い方とか人脈ですとかっていうふうに後付けすることはできます。ただそれは自分がどんなにすごい人間かってことを言いたいからそう言ってるだけなんですよ。いや、マインドを鍛えないとダメですよとか、マインドをやっていかないと継続できませんよっていう人っていうのは、自分はマインドができてるっていう高みに立って言ってるわけですよ。で、私はもうマインドなんてちんけなもんですからね、どうってことないですから。私はもう何もできなかったんで落ちぶれてここまで来たと。落ちぶれたんでもう策略を巡らすことをやめて、一番ね、みんながやりたがらない量をやるってことにもうね、もうそこに逃れてきたわけですよ。まあ、ちょっと例えは適当じゃないと思いますけども、本当奴隷の道ですよね。ただ選択肢を与えられずに毎日毎日やるだけっていうこと。でも奴隷じゃなくて一般市民とか上流階級の人っていうのは、こんないい方法ありますよ、こんな抜け道ありますよっていうのをね、ちらつかされて、それをまあ追い求めていく、要するに情報に振り回されるわけじゃないですか。私はそういうのを全て放棄してですね、何の情報も入れずにただやるだけと。まあ3年後は無理でも5年後にはどうにかなってるだろう、5年後無理でも7年後にはなんとかなってるだろう、7年後にどうにかなんなくても10年ぐらい続けたらむちゃくちゃすごいとこ行ってんじゃないかなと。それでどうにもなんなかったら自分には素質がないから諦めて労働の世界に戻ろうと思っただけなんですよね。そうすると広島という環境、六本木ヒルズという環境、そこで出会った、たまたま出会ったね、人、それから自分の当時独身だったという環境で、お金がなくってもう他に方法も見出せなかったという不運な運そういうのが全部重なって、残された道がこれしかなかったっていうところですかね。選択肢がなかったからこそ、その最後の選択肢にかけたらこうなったってことなんですよ。だから選択肢がありすぎると間違った網田を引いちゃう場合があるんですよね。私の場合は間違った網田を引く余地がないぐらいもう追い詰められていたんで、一本しかない方法、とにかくやるを掴んだってことなんですかね。これ運が良かったのかなと思います。まあ、ですからね、多くの方が、例えば塾を売ってる方が、自分はもうすごい人なんだぞって言いたくてですね、あなたはマインドができてないですよ、あなたは継続力がないですよとか、あなたはノウハウが入ってないですよとかね、あなたは全然タグとか SE を意識してないですよとか、全然理解してないですよって言うんですけども、いや、そんなね、後付けでしょと。それは後付けでそんなこと言って、たまたまうまくいった人が自分をすごい人に見せたくって、自分がマインドがすごくできてるっていうふうに言いたくって、あなたはマインドができてませんっていうわけなんですよ。いや、私は全然できてないですから、心ブレブレですぐに変更しますからね。うまくいかないなこっち、うまくいかないなこっち、どんどん変えます。初志貫徹って気持ちはないです。ただ目的と手段を取り違えないようにしてるかなと思います。目的を達成されるためだったら手段はいくら変えてもいいし、どんな手段でも用いて大丈夫だと思います。もちろん違法性のあるものとかね、人に迷惑をかけるものは除きますけども、まあだからほとんどの方がね、いつの間にか手段が目的化しちゃうんですよね。なぜか、これ例えて言うと、稼ぐために FX をやるのに FX を勉強することが目的になっちゃうみたいな感じなんですよ。いや、勉強なんて少ない方がいいでしょ。もうほとんどしない方がいいですよね。まあ、FX の勉強をいっぱいするよりも FX で場数を1万回やった方がそりゃ身につきますよって話ですよね。まあ、どこまで行っても量をやった方が質にこだわるよりも早いんじゃないかなという話でございました。